ああ。やるしかない。さよう。よし。 世界はノブニャガがセウス、玉木、刹那、四季、全て打ち破ってくれる。まずは玉木を滅すな。電光石火の速さで攻め立てよ。俺はシュウソってんだ。一つ勝負と一回。 これは戦う宿命。後ろから、さつま兄さんの襲撃。皆様、守りを固めてください。 私たち、刹那さんのことを責められませんが、この戦いがどういう結末になっても、よろしくお願いします。君の心へは、孤独は天下をつかむ者の宿命よ。だが、そなたはそれに耐える強い心を持っている。よし、こちらの思い通りだ。 あなたに私は倒せない。しないで、かすみさんの攻め、興奮しちゃいます。玉木が倒れた以上、次の狙いはこちらだ。みんな注意せよ。いざ、この超気流と勝負してもらおう。勇者に挑もうってか、いい度胸してるぜ。 気に入ったにゃ。 信長さん、手伝いに来てくれたのか。 刹那、貴様とはこれより敵同士。 天下はこの織田信長のものぞ。 どういうことだ。 なぜ刹那たちは同士討ちを構われるというのか。
ならばこの木に乗じて刹那を倒す。かかったに背後に回り襲いかかれ。これでいいのね。ノブニャガさん、なんだってこんな真似を。貴様は天下を治める器にあらず、ゆえにわしが立つ。そんな、むちゃくちゃだ。あなたの演出、とてもワクワクするわ。これからどうなってしまうのかしら。で、あるか。そなたも面白きお願いに。さすが厳しい世界を生きてるだけあるわね。今よ、全面突撃し、指揮を撃て。攻撃とはな、同士打ちは策ということか。みんなを敵に回して君と一緒に戦うなんて、人生何が起こるかわからないものだね。私はとっても嬉しくてよ、アーナス。あなたとは案外息がぴったり合うみたい。私もちょうどそう思ってたんだ。楽しいっていうか、ありがとう。こんな時に不謹慎だけどね。これでいいのね。うまくいったぞ。まかせ。すみません、倒させてください。精鋭軍隊の名にかけてお前を止めてみせる。無限全身リム烈風陣ポルタ、邪魔をしないで。見事な采配、そして武勇。刹那にはもったいないぐらいの英雄たちだな。エナジー満タン。全面不足を招いた結果、真摯に受け止めよう。あなたに私は倒せない。強いんだね、腕は確かだ。もう戦えぬか。シキ、すまない、俺のせいで。最初から素直に待ってくれば無理だろう。玉木とシキはやられたか。今は引くしかない。逃がさない。まだ切りには。猫と一緒に判断なんて、抜け目はあなたらしくていいじゃない。あやね、邪魔をしないで。やっぱり仲間と戦うってきついもんだね。けど今は辛くても、この戦いが終わればきっといい方向に行くはずだ。そうね、ノブニャガさんならやってくれる。だから今は戦わないと。ひとたび賞を受け、滅せぬもののあるべきか。信長さん、俺が頼りないから。よろしくお願いします。こんなことは。
やすく奪える天下などわしにとっては無価値。貴様にくれてやろう。やっぱりそういうことだったのね。甘すぎだと思うがな。最高の猫だね、本当に。待ってくれ、これからも一緒に。私たちは話し合いを怠って力で人をねじ伏せたんだよ。王になるならそんな奴といちゃいけない。もう戻らない、そう決めてしたことなの。新しい仲間には本心を隠さないことね。そうすれば絆とやらも結べるんじゃなくて。頑張りなよ、